見てすごっ。え納車の儀式が終わりまして、はい、じゃあお邪魔しますということで、こちらですね。こんだけなんかちょっと長い感じするよね。やっぱディーゼルなんでトルクあって運転しやすいです。名前をね、ここで発表したいと思います。決めました、はい、おはようございます。車中泊生活96日目の朝が来ました。今日は久しぶりの曇り空で、最高気温も28度とそこまで暑くならなそうです。はい、おはようございます。おはようございます。ただいま6時37分です。はい、はい、でね、今日はね、すごい重要なね、ミッションがあります。はい、そもそもここの説明を一応もう一回しとくと、うん、トラックを改造したキャンピングカーの中でして、はい、今これをね、寝室にしてガレージと連結させて、うん、車暮らしというものをしております、はい、でね、今こんな変な暮らしをしている私たちなんですけど、はい、本当の最初の、うん、なんだろう、この暮らしになったきっかけは、はい、通称ゴジュガッタちゃんというハイエースを納車したことがきっかけだったんです、はい、そうですね、はい、で、あのハイエース買ってから、まあ、いろいろね、車中泊仕様にしたりとか、車遊びっていうのがすごい楽しくなって、はい、キャンプしたり車中泊したり、で今ではね、あのガレージを建てまして、外に停めてるね、キャンピングカーで寝泊まりをするっていう、まあ、日常になったきっかけはそのハイエースと、今日はね、あのタイトルサムネにある通り、新たなね、ハイエースを納車しに行きます。原点に戻る気持ちというか、はい、やっぱこの、ね、ドキュメントが盛り上がったのも、うん、こう納車のね、動画からだったりとかするので、そういうことです。はい、大事な日です。そうなんです。ということで今回はそのハイエースのスペックとか、はい、どういう音で使うのかみたいなところもご紹介できればと思います、うん、はい、早速ね、行きましょう。行きましょうか。とりあえずガレージ行きます。はい、よいしょ。はい、ということでガレージにやってきました。はい、ここね、この前貼った壁です、うん、はい、壁。あ、OK です。はい、早速ね、ガレージの外に来ました。今ね、うちのハイエースこれです。このハイエースは、うん、ナローのお肉のガソリンです、うん、そうだね、はい、はい、愛車ですね。そうですね、はい、で今日はね、ハイエースを迎えに行くので足がないといけないんですよ。なので今日はね、このプロボックスで行って、はい、2台で走るのかな、うんうん、そうだね、っていう感じのスケジュール、スケジュールになります。はい、ではちょっと準備して向かいたいと思います。はい、はい、ただいま10時25分です。はい、ということで今回はハイエース納車ということで、うちのチャンネルよくね、ご覧の方はおなじみのフレックス桶川店に今向かっております。はい、もともとね、ハイエースを買った場所、そうです。でそれから最近だとね、プロボックスを納車した場所、そうです ね、 ですね、はい、うちで車を買うときは基本あのフレックスさんにお世話になっております、はい、で大体桶川店で納車する、ね、そう、桶川店で納車するんで す、はい、です。実は2ヶ月前に1回現車を確認してます。はい、でただそこからなぜ2ヶ月も経っているかというと、はい、オールペンをして、そうです、色が変わってます。今回はね、ちょっともう最初からね、ガラッと変えて、そうなんです、乗りたいなっていうところで、はい、個性を出すためにね、個性出しました。生まれて初めてのオールペン、オールペン、そう、なんかいろいろこう変えてる部分もあるんで、うん、そうだね、後ほどね、僕らの手元に来たら詳しくご案内します。はい、とりあえず桶川店に向かいます。はい、はい、じゃあお邪魔しまーす。リモか、森田さんいたかな、うん、だね、はい、ただいま11時です。はい、到着しました。はい、ハイエースがね、いっぱい止まってます。はい、ということで、こちらですね、今回納車する新しい愛車です。これですよ、これ、色がね、もう全然違いますよね、これね。はい、はい、ということでちょっとね、ここから嫁にね、案内してもらおうと思います。はい、ということで今回私たちが納車するハイエースがこちらのスパロンってね、通称言われているスーパーロングのハイエースです。かわいい、かわいいです。うん、はい、こんな感じです。やっぱ新車なんてピカピカですね。めちゃくちゃピカピカ。ハイルーフなので私建てます。そうか、建てるのか。建てますよ。で、ね、実はね、この車、あのさっきちょっと話したと思うんですけど、2ヶ月前に現車を見てます。その時の様子も実は撮ってあったので、このタイミングで少しご覧ください。ハイエースベース、はーい、あれじゃん、あれじゃん、絶対あれだ、あれ絶対あれだ、マジで絶対これだよ、やばい、じゃーん、
はい、まさかね、このハイエースがうちの新たな仲間になります。うちの、ね、ハイエースできたらよりデカさがもしかしたら分かったかもしれないけど。はい、ということで結構色変わったと思います。でちょっと納車の手続きしてこようと思います。はい、じゃあ大変お待たせしました。ああ、ありがとうございます。スペイン、ありがとうございます。ありがとうございます。北塚さんと移動するの3回目です。確かに。はい、一通りね、納車の儀式が終わりまして、なんでこれから一応予定としては一度ね、ガレージちょっと立ち寄って、そこからまた移動しようかなと思ってますので、また別のね、場所に行こうかなと思ってるんで、そういうスケジュール感で動いていきます。はい、今ね、11時53分です。今ね、スーパーロング、初めてね、納車して運転してます。とりあえずね、ガレージ向かいたいと思います。やっぱディーゼルなんでトルクあってすごい運転しやすいです。はい、今ね13時30分です。はい、はい、ということで、はい、戻ってきました。ここは、ね、めっちゃいいんだけど、ついに五十ヶ田ちゃんとご対面、ね、ご対面ですね、はい、で一応ねお尻今揃えてます、うん、でもやっぱねこんだけなんかちょっと長い感じするよね。ということで、細かくねちょっとスペックとか見ていきたいなと思います。はい、はい、ということで改めてご紹介すると、こちらが今回購入したハイエースです。でこの色なんですけど、今回いろいろ悩んだんですよ。でこれ何色かというと、ボルボが昔出してた車でアマゾンっていう車がありまして、そのカラーが今復刻になってアマゾンブルーっていう、ね、カラーがボルボにあるんですよ。でそのカラーを今回使いました。なのでこれはね、ボルボの色と一緒です。なんかちょっとこだわりだよね。そう、おしゃれじゃないですか。確かに。ツートンになってるのも、あのボルボのね、そのアマゾンブルー あの色の車とか結構ツートンの車が多くて、上が白 で、ね、このミラーも白になってる車は結構多いんですよ。なのでそういうところもちょっとね、インスパイア系。それじゃあジローじゃん。ジロー系ってこと。そんなこってりしてないから。だからまあ、あの参考にして、うん、あの今回カラーリングしてもらいました。はい、さて手伸ばしたのと同じぐらい、手伸ばしてもギリギリ届かないぐらいだね。うん、はい。で、こちらね、タイヤも白です。とディーンのコロラドっていうねホイール履いてます。でさらにオープンカントリーね、オフロードタイヤ履いてます。はい、でね、こちらのね、スペック的には4駆です。でさらにディーゼル4駆、しかも寒冷地仕様です。はい、というねマニアックな車両となってます。窓が1個、後ろの方でも2個でね、反対側に来ました。でこっちにもね窓が1個開きます。でこっち側しか開かないですね。はい、はい、でさっきも入ったんですけど、車屋さんでもう一回入ります。はい、どうぞ。でね、さっきもやったんですけど立てます。ちょっと荷室側行ってみて。はい、今荷室入ってきました。はい、多分160ぐらいだと思います。こんな感じ。ちなみにさ、私だったら横に寝れるんじゃない。多分ナローは斜めにしないと寝れない。見て、すごい。え、やばマジで寝れるんだけど普通に。え、マジでやば。もう余裕だ。頭、足も伸ばせる。足感じる。ちょっと待ってよ。で僕はね180センチぐらいあるんですけど、こういうね前かがみにはなるんですが、まあ普通にね活動できるね、この中で。うん、ちょっとじゃあ横には絶対無理だな俺。はい、はいと。結構やっぱ余裕あるね。余裕ある。窓ぐらいまでか。うん、はい。でちなみに私たち、キャンピングカーとかガレージの色がブルーグレーみたいなね、ちょっとくすんだ水色みたいな感じなんですけど、ちょっとさ、キャンピングカーの感じ。あ、そうだね。こういう色で、で、ガレージの壁面見てもらうと大体同じ感じの色なんですよ。そうだね。今日納車したハイエースも同じ雰囲気の色かと思いきや全然違います。はい、うちのガレージの方がくすんでるよね。そうだね。うんうん。でね、今回のこのハイエースなんですけど、はい、このままガレージに置くと思いきや、はい、違います。違います。はい、ちょっとねこれから ある場所にね向かいます。はい、はい、というのも2000坪の土地の現在というね動画を先日出させてもらったんですけれども、それがね今キャンプ場にするべくだいぶね仕上がってきてます。うん、で、このねスーパーロングのハイエースはそこのねキャンプ場の
あのシンボルカーみたいな形でね、基本的にはそこで見れるようにしたいなと思ってまして、あとはまあ僕らがね、この後ろのね、普段乗ってる愛車の50型ちゃんで旅を行くのもいいんですけれども、まあ、ゆくゆくはねこういうスーパーロングで、あのもう長期旅みたいなのもねしたいなと思ってるので、そういう用途で、今回購入しました。なので、これからねそのキャンプ場に向かってこのねスパロンをちょっと置いてみようかなと思います。まただから2台で行く？2台で行こう、うん、なんで、この車とプロボックス2台で、キャンプ場に行きたいと思います。はい、はい、今ね15時37分です、はい、ここはねこの前オフ会を初めてやった会場であり、うん、今私たちがオートキャンプ場の車中泊スポットとして作ってる、はい、春オートガーデンの敷地です、はい、そういうことです。はい、はい、今ねこんな感じです、はい、まだね全然あれですけど、はい、トイレとシンクがついただけ、はい、そうですね。はい、でね、あのここのねカルオートガーデンの管理人のヤッサン、ヤッサンです。はい、あのヤッサンはキャラバンに乗ってて車中泊キャンプ歴30年、大ベテラン、はい、大ベテランです。すいません。いやいやなので今ヤッサンが常駐していろいろ作り始めております。はい、はい、でね、今日の主役あれ、うん、あれですね、はい、はい、スパロンちゃんは、ここのねキャンプ場のシンボルカーになる予定なので。そうです、はい、これからね、今外側はだいぶね仕上がってきたんですけど、はい、中側のカスタムをこれからやっていきます、はい、そうなんです、はい、なので中側をカスタムしてこちらねキャンピングカーになります、はい、でキャンピングカーとしてこの、カルオートガーデンのシンボルにもなりますし、うん、はい、あとね、あの管理棟というか、はい、あの入り口でお出迎えする車がこちらになるので、はい、そういうことです。でね、これからね、ちょっと時間かけてこの車をね、僕らの手で、作り上げたいなとは思ったんですけど、はい、今回はね、キャンプ場のグランドオープンが10月予定してるんですよ。そうです。なんでそこにね、間に合わせるために、はい、まあ、僕らね、ガレージも作らないといけないということで、この車両に関してはもうプロの方に一括でねお願いしてキャンピングカーにしてもらおうかなと思ってます。この後車を作ってくれる人の元にこの車を行って預けないといけないということで、ということで、はい、行ってきます。行ってきます。はい、ということで今ね21時22分です。はい、はい、ということでガレージに戻ってきました。はい、はい、まあ、ちょっとね次ね再開できるのは10月かな、9月10月ぐらいじゃないかなと思います、はい、はい、なんでそれまで僕らもお預けなんで、まあちょっとね、はい、次のね再開に向けて、僕らもね成長してきたらなと思います。はい、はい、ということでね、あの新たな仲間がね今日僕らの仲間入りしたということで、名前をねここで発表したいと思います。決めました、はい、決めましたよ。はい、めちゃくちゃ悩みました、はい、そもそもねうちのハイエースはあの50型っていうね名前なんですよ。で50周年記念の、はい、まあ、5型ってことで、はい、いろいろ掛け合わせで50型になったんですけど、はい、50型だったんですけど、まあ、50型を超える名前ってなかなかね、そう、あの生まれなくてですね、うん、だからちょっと迷ったんですけど、あのスパガッタにします。全部さらっと発表したね。あの、まあね、スーパーロング、まあ、それからね、まあ、50ガッタちゃんの、まあ、兄弟分ということで、うん、まあ、ガッタというのは継承させてもらって、スパガッタということで、まあ、スパガッタくんかな、そこはチャンディさん、スパガッタさん。スパガッタさん、はい、うちのね、新しいスーパーロングの愛称はスパガッタさん、はい、ということで、皆さんぜひねそういった名前で呼んでいただけると嬉しいです。はい、お願いします。はい、で今回のこのスパガッタさんは、うん、10月から、ね、はい、オープンする、はい、あのカルオートガーデンの方で、うん、まあ、展示というかシンボルになる車なんですけれども、はい、今ねそのキャンプ場自体は、うん、実は会員さんと一緒に今作っているプロジェクトになります。はい、はい、でそちらがカル車遊びラボというコミュニティなんですけれども、はい、みんなでね一緒にオートキャンプ場を作ろうというコンセプトで、うん、みんなでこう集まって実際にいろいろ本当にトントンしたりとか DIY、はいはい、したり作ったり、うん、あとは、まあ北海道から九州までたくさんの方ご参加いただいているので、うん、そういった方たちとはオンライン会議とか、うん、日々のチャットツールとかでこういろいろアイデアを出していただいて、はい、オフラインでもオンラインでも楽しめるコミュニティをやっています。はい、はい、でね、そこではキャンプ場作りっていうところも、まあ、一つ、うん、
テーマではあるんですけれども、まあ、それとは別にね、単純に僕らとメンバーさんのねコミュニケーションを取るっていう場でもあったりするので、まあ、毎週生配信してたりですとか、実は YouTube で公開してない限定コンテンツみたいなのも実は配信してます、例えば車のプロの方を招いて生配信したりですとかでね、あと今回のねスパガッタさんの制作過程をね限定動画としてね配信も予定してまして、はい、はい、あのやっぱプロの方が作る手順ってなかなかね公開されてないと思うんですけれども、はい、そちらを今回ちょっと潜入させてもらって、うん、はい、それに関してはあの限定配信をさせてもらう予定です、うん、はい、はい、そんな感じでみんなで楽しもうっていう取り組みがそのカルで、うん、それのまあホームキャンプ場が今作ってるところみたいなニュアンスですね、うん、結構やっぱ同じ趣味をね持った方が多いので、例えばおすすめのタープありますかとか、あとね車のフォグランプをね買いましたとか、ね、あ、そうね、そういうこととかも知識もねみんなでたくさん話したりとかしてます、はい、はい、でちなみにね車だけじゃなくてバイクの方もたくさんいらっしゃいます、うん、はい、はい、まあ、今回こんな長々となぜ説明しているかというと、はい、今日からそちらの車遊びラボのというコミュニティの、はい、まあ、2期募集というか、はい、この前ね5月末に1回募集させてもらったんですけれども、うん、会員さんの募集を再開しようと思います、はい、はい、期間はね2週間です。まあ、1回目の、ね、募集に間に合わなかった方ですとかずっとねどうしようか迷ってた方とかはぜひねこのチャンスをお見逃しなく一緒に楽しんでやる仲間になっていただけたらと思います、はい、はい、詳しいことは概要欄のね特設ページにあの全て載ってますので、はい、全部読んでいただければね。そうです、はい、もういっぱい書きました、はい、それでもやっぱご質問とかいくつかある方もいらっしゃるかと思うので、はい、ライブ配信、ね、うん、したいと思います、はいはい、久しぶりだね久しぶりこの YouTube チャンネルのライブ配信 は、はい、動画の配信が日曜日なんですけど、はい、その2日後の火曜日、うん、なんで8月9日かな、うん、8月9日の、19時より、うん、久しぶりのねライブ配信をしたいと思います、はいはい、でね今回プレゼント企画もまたちょっと用意してます、はいはい、なんでプレゼント企画をこうメインにね、見ていただいても全然大丈夫です。あ、そうですね、はい、ということで、はい、まあ、改めて車遊びラボ、うん、応募がね、うん、今日もう19時から始まっておりますので、うん、ご興味ある方はぜひ特設ページから飛んでいただいて、はいはい、私たちの仲間になっていただければ嬉しいです、うん、はい、キャンプ場作りみんなでやりましょう、はい、やりましょう。はい、今日はね記念すべき人生が変わる、ね、納車の日でしたので、納車の日でした、はい、ハイエースね2代目、まあ、しばらくねキャンプ場に基本的には置いてあると思うんですけど、まあ、僕らでね旅行くときはそう今回、うん、やっぱね寒冷地仕様で四駆にしたのは、うん、北海道に、ね、行きたいんですよ。そうなん、まあ、今ちょっとね行きたいなと思ってのは、まあ、東北もそうですし、あと北陸ね、北陸の方とか、ね、ちょっと涼しく寒くなってきたらそうですね行きたいなと思ってますんで、はい、まあ、なので今回はね、うん、しっかりとプロの方に作ってもらうので、はい、まあ、私たちのハイエース2代目、うん、まあ、ガッタの兄弟ということで、ガッタの兄弟、ガッタの兄弟ガッタブラザーズ、ガッタブラザーズ、はい、ぜひね、はい、応援していただければと思います、はいはい、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録&インスタグラムチェックもお願いします。では、また。